はい、皆さんこんばんは。今日はクライマックスシリーズ第、なんつうんだっけ、水木金、はい、3戦目で、負けなしで日本ハムファイターズを下し4勝しました。これで心置きなく、日本シリーズに出て思う存分戦います。この嬉しさはまだまだ、止まりません。まあでもクライマックスシリーズは私個人は反対しております。今でも反対です。やっぱ2位3位でやっぱり上がってきたら、で2位3位で勝って、日本シリーズに出てしまって日本一になってしまったら正直でそんなの納得いかない状態です。クライマックスを配信するかもうちょっとルールを改正するかなんないと、考えております。でですね、まあとりあえず勝ちは勝ちなので、はい、今日またやります。これ今日金麦、あのクライマックスはあまり賛成じゃないので、さっきも言った通りに発泡酒で、とりあえずビールかけをやります。はい、少々お待ち。ソフトバンクホークス、クライマックス制覇、おめでとう、制覇おめでとうございます。うわっ、グリーカー、さあ4年ぶり日本シリーズにも出ます。なので対セリーグの相手は読売か、ベイスターズか、ベイスターズは今日をもって、大手し、日本シリーズに、大手をかけました。撤退活動ホークス、せーの、ビバー。